皆さんは Amazon プライムに入っていますか？注文した商品が普通より早く届いたり、配達日時を指定できたり、便利なことがたくさんありますよね。通販の歴史を大きく変えたこの制度がどのようにして生まれたのか、皆さんはご存知でしょうか？ Amazon プライムがどのようにして生まれたのかを、この本 Amazon の最強の働き方から学んでいこうと思います。この本は Amazon 創業者ジェフ・ベゾスの参謀として働き続けたコリン・ブライヤーさんが自身の経験から得たものをまとめた本です。それでは早速見ていきましょう。2004年10月、ジェフ社長が経営幹部に顧客体験を劇的に改善するような配送に関する会員制プログラムが必要だというメールを送ったところから全ては始まります。当時アマゾン社の売上自体は好調でしたが、売上の成長は鈍化していました。そして販売の形態はオフラインからオンラインへと切り替わっている真っただ中。このままの成長スピードではオンライン販売の業界で相対的に埋もれてしまうとジェフ社長は考えたのです。実は当時すでに成長率の鈍化は問題視されていて、様々な施策が試されていました。しかしどれも期待通りの成果は上げられず、もっと根本的で先を見据えた新しいアイデアが求められていたのです。これまでの販売経験から価格、品揃え、利便性の3点にはまだ改善の余地があると感じた社員たち。その中でアマゾン社が目をつけたのは利便性、特に配送関係の問題でした。実は私たち顧客は割引よりも送料無料の方がお得感を感じるらしいです。言われてみると確かに身に覚えがあるような気がしますね。そこでアマゾン社はスーパーセイバーシッピングという一定金額以上の買い物をすると送料無料になる制度を導入しました。これには商品をまとめて発送することで輸送料を抑えられるため、アマゾン社側にも利益があり、結果として利益と顧客満足度両方を得ることに成功します。しかしそこで満足するアマゾンではありません。スーパーセイバーシッピングで得たデータをもとにさらなる企画の検討に勤しみました。まずスーパーセイバーシッピングには商品をまとめて発送するため商品の到着まで時間がかかるという欠点がありました。これを使わず普通に送料を払った方が早い場合も多く、遅いけれど無料か早いけれど高額かの二択となっていたのです。そして当時まだオンラインショッピングの割合はなんと取引全体のわずか 2% 程度でした。残りの 98% のお客さんにオンライン販売を利用させるためには生半可なサービスでは足りません。遅いけれど無料、早いけれど高額ではなく、早くて無料にたどり着く必要があったのです。様々なアイデアが日々検討される中、最も現在のプライムに近い提案をしたのはなんとソフトウェア開発チームでした。ソフトウェアチームの会議の中で1年間送料無料になる年会費制度を作る方が顧客、社内両方にとってもメリットが大きいのではないかという話がまとまっていったのです。社内のエンジニアからこのような提案が出てくることが Amazon 社全体で顧客中心の考え方が根付いている証拠だと、この本の中でも満足げに語られています。このような理念が周知されているからこそ Amazon は世界最高峰の企業に成長できたんでしょうね。こうして2005年2月、晴れて Amazon プライムがスタートしました。開始してすぐに人気となることはありませんでしたが、徐々に利用者を増やし、13年後の2018年にはプライム会員が1億人を超えたそうです。このような功績は確かに Amazon 社だからこそできたことですが、 Amazon 社にしかできないことではありません。本書の中には皆さんの会社やチームにも応用できる考え方、働き方が多数書かれています。2006年、アマゾン社は Kindle やアマゾンプライムなど様々な新サービスを導入している真っ最中でした。そんな新サービスの一環としてアマゾン社はアマゾンアンボックスというサービスを開始しました。これがアマゾン初のビデオ事業への取り組みとなり、後のプライムビデオの前身となります。ですがこのサービスはなんとアマゾン史上最大級の大失敗に終わってしまいます。動画がいつまで経ってもダウンロードされなかったり、されたとしてもなんと上下逆さまに再生されたり、散々な出来だったそうです。これには原因がいろいろありますが、一番大きな理由は他社との競争に勝つために公開を急いだ結果、不完全な状態でサービスを開始してしまったことでした。このことはアマゾンの理念である顧客最優先に背くものとして社長直々にお叱りを受けたそうです。手痛い失敗を糧に開発陣は問題点を解決すべく動き出します。ダウンロードに時間がかかる問題は、動画が一定量ダウンロードできた段階で再生できる仕様を構築、特に死のホイールと揶揄されたローディング画面が多発した顧客に対しては自動で返金するシステムを構築しました。このシステムは社長もご満悦だったそうです。
こうして顧客満足度を高めていったアマゾンですが、ここに来て強大な敵が現れます。それがネットフリックスとフールーです。ネットフリックスはサブスクリプションとストリーミングの組み合わせを最初に行った企業でした。当初ネットフリックスには強いコンテンツがなく、最初は競争相手とみなされていませんでした。ところがフールーがサービス開始し、アマゾンが公開していたコンテンツと同じものが公開されるようになると、アマゾンでは有料のものがフールーでは完全に無料で見れるようになってしまいました。ここに来てネットフリックスに人気コンテンツが追加されれば、シェアを独占されるという可能性が出てきました。結果、予想通りネットフリックスに先を越される形となってしまったアマゾン。過去のアマゾンアンボックスの失敗を見直して、様々な面でより良いサービスを開発することはできていたものの、コンテンツの質と値段の問題だけはどうしても解決できませんでした。八方塞がりの状況の中、ジェス社長は大胆かつシンプルな解決策を提案します。プライム会員なら動画を無料にしよう。ネットフリックスが開拓したサブスクリプションとストリーミングの組み合わせを利用しない手はありません。プライム会員は当時から増加傾向にあり、長期的観点で見れば採算は取れるとジェフ社長は踏んだのです。こうして映画をウェブ上で無料で見られるサブスクリプションサービス、アマゾンプライムビデオが誕生しました。アマゾンアンボックスは大失敗に終わったものの、そこから得た教訓は今も生きているということですね。ジェフ社長は以前からパワーポイントのプレゼンでは期待した結果が得られないことが多く、様々な問題があると感じていました。パワーポイントを使ったプレゼンの問題点は概ねこんな感じになります。順番に説明していきましょう。まず一つ目の意図が誤解されやすいについて、アマゾン社の会議で話し合われる議題は多種多様な事柄が複雑に絡み合っている場合がほとんどであり、それを箇条書きのスライドで説明するのは不可能でした。短くて分かりやすい文章にしようとした結果、逆に説明不足になってしまっていたのです。エフェクトを加えた派手な演出なんかも本筋をつかむには逆効果でした。2つ目の問題点はプレゼンテーターの話力の影響が大きすぎること。カリスマのあるプレゼンテーターがプレゼンすると、それがたとえ平凡なアイデアであってもさも素晴らしいアイデアであるように聞こえることがあります。逆にどれほど素晴らしいアイデアであっても話者のプレゼンが下手だと聞き手の耳に残らず見逃されてしまう可能性があります。アイデアの質より話者の質にプレゼンが左右されてしまうのです。そして3つ目が順番通りいかない場合が多々あることです。いかに話者が順序立てて説明しようとしても聞き手がその通り聞いてくれるとは限りません。会議に出席する幹部クラスは基本的に忙しく、手っ取り早く本題に入ろうとスライドの順番を無視した質問を繰り返すことも多々あったそうです。結果、同じ説明を何度も繰り返す羽目になったり、スライドと関係のない質疑応答で時間が過ぎていったり、予定通りに話が進まないことも少なくなかったようです。このようにパワーポイントには様々な問題点がありました。そのためアマゾン社ではパワーポイントの使用は禁止し、代わりに新たなプレゼン方法が導入されました。それが資料を6ページでまとめ、会議冒頭に全員でそれを読むという方法でした。プレゼン資料が6ページじゃ少なすぎない？と思う方もいるかもしれません。ですがこの6ページ資料には様々な利点があるのです。一つ目は、提案内容を6ページでまとめるためにプレゼンテーター自身が提案内容を深く理解する必要があることです。これにより会議中にどんな質問をされてもスムーズに受け答えすることができ、提案のメリットデメリットを正しく認識できるようになります。また6ページという数字は会議の冒頭20分で読み切れる分量が目安になっています。事前準備なしに会議に来てもこの6ページの資料さえ読めば提案内容を理解することができるようにするためです。そして提案者が6ページでまとめるために大変な苦労をしているからこそ、会議の参加者も生半可な気持ちで読むことは許されません。資料の隅々まで目を通し、最良の結論が出るまで議論を深める必要があります。つまり提案者も参加者も全員が当事者となって話し合うことができるのです。また矛盾しているようですが、必ず6ページで収めなくてはいけないというわけではありません。補足データや付録を添付することも許されています。ただし読んでもらえるのは6ページまでで、付録まで読むことを求めてはいけないとのことです。6ページ資料は慣れさえすればどんな資料にも応用が効くそうです。本書内にサンプルが付属されているので、興味のある方はぜひ手に取って確認してみてくださいね。今回はアマゾンの最強の働き方について紹介させていただきました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。